はい、こんばんは、山寮と申します。さあ、今日から始まってるのかな、唐揚げ弁当グランプリ。こんばんは、山寮と申します。ということでね、唐揚げ弁当の一番を決めようっていう、この唐揚げ弁当ワングランプリ、元も子もありません。今言った通りのことを今からやっていこうってわけでございますね。企画説明崩壊してるのは大丈夫かなってことなんですよね。なぜならですね、もう早速ね、実は崩壊確定演出がね、すでに行われてしまった後だったんでね、すでにこんなことになってます。あ、もしかしてあれかな、三振で食べたやつあげてるかな。あれはね、カメラ回してなかったあれなんですけど、撮り直すか。もう一から撮り直そうかな。うん。結局何かというと、世の中にはね、まあ、三重県北西地域でね、暮らしている皆様にね、向けての、特化したこの番組でございます。4つ目。ね、この三重県北中西地域での暮らしに根ざしたね、情報を出していこうということでね。何かと言ったらね、じゃあ私がね、何を調べてたらいいかなと思ったらね、そうだ、唐揚げ弁当を調べようということになったわけでございますね。まあ、よく最近唐揚げ屋さんができてね、唐揚げ定食だね、唐揚げの新店はどこだっていうのに、なってますから、ね、いやここはね、いや唐揚げ弁当を買うだろうと、まあ、特に私一人身なんでね、そうすると弁当に行きがちなんでね、そうするとね、唐揚げ弁当のうまい店を決めるっていうね、企画を やってしまえば、で皆さん迷わないじゃないですかってことで、ね、どこの唐揚げがどういう感じでっていうのをね、いろいろとデータをまとめてね、うん、あ、ごめん、唐揚げ弁当ですからね、やっていこうという企画でございます。まあ、簡単に言うと、基準としてはですが、唐揚げ単品だけ売ってるお店っていうのは今回省きます。四日市近辺だとちょっとピンとこないけど、金の鳥からとかはそうですよね。弁当という形では売ってないですよね。ですから、リサの唐揚げみたいな感じ、大須で言うと、のようなところとかは今回ちょっと除外。あくまでもお弁当として、ね、売ってるところ。で、お弁当の基準としては、まあ、お米が入ってて、唐揚げが入ってるよっていうことですね。で、唐揚げ弁当という名前で売っているものというふうにさせてもらいます。基本的には唐揚げ弁当という名前になっているものでさせてもらいます。ですので、除外品としては、パンと唐揚げみたいな組み合わせの場合、まあ、ないかな。あんまりパンと思いつかないんですけど、の場合とか。あとは、丼ですね。唐揚げ丼ってなってたら、これは、対象外にさせていただきます。今回はあくまで唐揚げ弁当ということでね、攻めさせていただこうかなと思っております。っていう中でね、やっていくと、まあ、おそらくスーパーマーケットでね、売ってる唐揚げ弁当と、唐揚げ専門店で売ってる唐揚げ弁当、あとコンビニもね、まあ、言うて、ね、いろいろとありますから、コンビニのやつもやっていこうということで、まあ、これはね、まあ、夜とかでもね、仕事終わりとかでも多分買えると思うんで、買いやすいところはね、比較的、遊ばなしというかね、中に入れておいて、他にもね、まあ、あと他弁屋さんか、とかでもね、ホットモトとかかまど屋さんとかでも唐揚げ弁当って売ってますから、そういうのは採集していこうってことでございますね。そういう感じでやっていこうと思います。で、一応予定では竜田揚げとかね、いう風になってた場合は、竜田揚げ弁当とかってなってた場合は、これは唐揚げじゃない、竜田揚げだってことで、違う、よく分かってないんですけど、なんかほぼ一緒な気もしますけど、うん、一応今回は除外とさせていただこうと思います。ということでね、記念すべき第1店舗目はどこに来てるかというと、これ富田にある、四日市の富田にある、フランテ山中ですね。山中フランテ富田店だったときな、に来ておりますよということでございます。でね、早速弁当を買ってきたわけでございます。で、買ってきた弁当がこちらだということでね、彩り、若鶏唐揚げ弁当、398円ということですね。今回、ね、この後、まず家に帰ってからデータリンクをして、ですから今回は2本撮りみたいな形になるのかな。データ撮りをして、改めてそのデータを見ながら、ここの唐揚げと、個数とかね、そのあたりとかをいろいろと比較しながら、徹底的にデータリンクを出していきたいなと思っております。かつ、これを今から食べる動画を、黙々と撮ってですね、黙々と撮って、うん。ストリオショートに使うことによって、山田もぐもぐというね、ショート動画も完成させてしまうというですね、なんという悪魔的な、すごいですよね、所業をね、悪魔的所業でまさに思いついてしまったんでね、そういう感じでやっていきたいと思います。ですのでね、一応それを撮るようにね、スマホを持ってきて、やっていきたいなと思っておりますのでね、よろしくお願いいたしますと。結局横向きの方がいいから、あんまりこっちで撮ってるのと変わんない気もするけどな。よいしょ、どっちの方がいいんだろう。
まあとりあえずね、こっちがあんま良くないな。食べてるところ映せねえんだよな。うん、微妙だね。どうやって撮ろうな。うん、あ、何の考えもなしに撮り始めてますからね、またいつものこと。こっちのカメラが綺麗に映るからこっちで撮りたいんだけどな。こうやって映しとけるカメラがあるとちょうどいいんだけど、ないよな。うん、か、これでいっか。 あとは写真でバシバシ、あ、で3等分にしといて、で横ので上のところにね、バシバシと食べてるやつをね、うん、細かくバシバシと、撮っていけばいいじゃないか。あ、これでいいじゃないか、それでいいじゃないか、よし、それでいこう、よし、ということでね、早速ね、食べていこうと思うんですけど、ね、実は何が問題かっていうとね、山中さんね、このね、彩り若鳥唐揚げ弁当と別でですね、実は、満足唐揚げ弁当っていう名前の、やつ買ったんですよね。いや、これもう丼やねんかいって言いたかったんですけど、あくまでも弁当として売ってるんで、弁当となってる以上は弁当として扱わないといけないので、なんかパッとその商品ポップ見た感じ、上お米の上に唐揚げが乗ってるんで、もう丼な気がしてるんですけど、あくまでも弁当として、ドカ弁的なね、弁当として売ってるんで、カウントするしかねえなということになったので、もう1店舗で2ついくっていうね。あー、しかもこれ絶対重たい、満足ってなってるんでね、相当あれになってるんでね、まあ、その辺りもね、これでも2本取れるんだと思ったらね、頑張っていこうと思います。とりあえず彩り若鶏唐揚げ弁当から、ね、食べていきたいと思います。では早速ね、食べていきましょう。おう、あ、これだけだから焦点とかないといけないのか。ではいただきます。これやっとかないとね、ことなんで、あ、もうタイムトライアル にするのをやめるというね、ことでね、汎用性を持たせるというね。いやー、ただこれもね、日が暮れてくるとこうやって撮れませんからね、日中のうちでないと撮れないんでね。さあ、気になる下のところとか出てきたら、またあれしたらいいか。多分あれですね、ショートで見てる人はこいついつになったら食べ出すんやと思ってるんでしょうね。ここの音声は多分入ってないんで、例の山田のためって呼んでる、あの音楽が流れてると思いますんで。では、いただきます。普通に腹減ってるんでね、今何も食ってないんだったから。唐揚げの数は1、2、3、4、5個。5個入ってますね。まあ、結構十分入ってますよね。値段は税別で398円。あ、うまい、美味しいんですけど、一つ言い忘れてました。一応品質条件を整えるというルールで、あくまでお弁当として食べるということで、電子レンジでは温めない原則できます。一応そのまま食べれる状態だよというのを前提でね、やるということでね。やっていきたいなと思っております。で、あ、ここあれだ、下敷きが何もないんだ、面白い。こんな感じのシートだけ入っている。これも小物のレタスじゃなくて、あくまでもシートなだけですね。へえ、なるほどな。水気でびちょびちょになるのが結局あれでしょ、ってことでしょうね。副菜も赤ウインナー、卵焼きでポテトサラダなんで、まあ結構ガッツリ系ですね。肉の部位はももかな。さすが、そつなく美味しいですね。さすが山中さん。まあ東海地方ではシェアは大きいところですかね。青木スーパーとマックスバリューが一番でかいのかな、この辺りだと。ピアコがあるか、イオンアピタとかいう複合ショッピングモールを除いたスーパーマーケットでいうと、多分山中って業界4位ぐらいなのかな、東海地方では。1位が多分マックスバリュー東海、2位がピアコになってくるのかなっていうところで、
その次ぐらいに青木スーパーか山中かが来るぐらいのシェアが大きいんで、三重の方だと少ないですけど、愛知、名古屋行ったら多いですかね。こういう食べる系の動画出すの久しぶりですね。っていうのも、結構やっぱ内外からね、ペチャクリになるんで、そのあたりからね、やはりそのモラル的に良くないみたいなね、意見が非常に多くてね、ちょっとそれ以外の企画でと思ってやってたんですけどね、まあある程度やっぱ食べる企画もやっていかないと、うん、きついなってことでね、うん、どうせ人間食べないといけませんからね、うん、5個あるとあれですね、食べることありますね、いいですね。はあ、食べた。ごちそうさまでした。これをショーツにして出すっていうの 無謀にもほどがあるんですけどね、なんか この手のショーツがね、やっぱ海外からするとね、こういった何気ない日本のね人が食べるお弁当とかが、まあ、それなりに視聴維持率よくてですね、うん、海外のね、うん、なんか反応がいいんで、こっちの方も攻めていきたいなという感じなんですね。まあ、ザ・スタンダードな唐揚げ弁当でした。まあ、ちょうど第一回に良かったかもしれませんね。うん。ちなみに、犬つわ加工かな？そうですね。岩田なんだ。製造。ここ、テナント岩田が入ってんだ。へぇ。そっかそっか。だから、山中の直営じゃないんですね。あ、でもそっか。山中って意外と直営ないのか、岩田が多いのかな。そう、確かにね。まあ、岩田他のところでも入ってます。まあ、最近ちょっと三重県の方では減っちゃいましたよね。そういえば、三重県ではもう岩田って本当に残ってなくない？昔は1号館とかによく入ってたんですけど、全部直営に変わってたんですよね。ああ、そっかそっか。うん。愛知の方行くと岩田多いですけどね。青木スーパーも岩田入ってるところ多いですし、山中とが多いなってイメージですけど。という感じですね。まあ、とりあえず美味しくいただきましたよということでございます。まあ、ザ・スタンダード5個も、でも5個入ってたし、十分食べ応えありましたね。下敷きとかが、へそにしてありますが、ちなみにあれですね、おいおいおい、下敷きにね、スパゲティとかね、キャベツとか敷かなくていいのかよっていうね、思う方もいらっしゃるかもしれません。ちょっと、にわかかじったことがある人だと、あれって熱い油が容器を溶かすのを防ぐためにそのクッション材として敷くっていう意味合いがあるから、入れてあるのに、そんなダイレクトに入って容器溶けてしまうやないか、ダメやないかって思うかもしれませんけど、これね、大丈夫なんです。でなスーパーマーケットの場合は他弁屋さんは結局注文が入ったら基本的に揚げて、それを揚げたてをポンポンポンと詰めて出すから、下に敷いとかないと揚げたてのやつなんでね、油が容器を溶かしちゃうよっていうリスクになっちゃうんですけど、スーパーマーケットの場合は基本的にまとめて朝ガーッと開けるんですよ。でね、20個とか30個とか40個とか、ドカーッともうまとめてフライヤーにドーンと入れてバーッと開けて、それをバッカンバッカンバッカンって、油切りのところに置いてね、でしばらく置いて、まあ本来は多分二度揚げやってるお店が多いと思うんで、そこからもう一回ジャーッと入れて二度揚げにして、でまた、油を切ってっていうふうにやるんですけど、で唐揚げの油を切っている間に次の商材コロッケなり何なりを入れてまた揚げるんですよ。でだからその間に、ちょっと粗熱を取るっていう時間をが工程に入るんですよね。で油を、十分切ってる間に、ご飯の盛り付けとかして、ね、パッケージをバーッと台座の上に並べてご飯バーッと詰めてポン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 詰めて、他のおかずとかもね、まあ、もう既存のやつをポン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 と入れて、最後に唐揚げをキチャ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 ってパッキングするっていうような流れになっているところが多いと思うんですよ、うん、実は私がおったところセントラル加工だったんであまり詳しくない。いや、実はね、惣菜センターがあれだったんでね、
あれなんですけど、まあ、唐揚げとか揚げの商品はインストアでやってるのもありましたけどね、結構、その辺りセントラル加工でやってるとね、あれっていうところがあったりするんですけど、まあ、おそらくそういうような流れのはずなんですわ。ですので、結局その冷ます時間が起きる。これが他の屋さんと大きく違うところで、油をちゃんと落としきる、冷ます、ちょっと粗熱を取る、時間が作れるんで、何したらその他の屋さんと違って、あっさつをね、さあどうぞって、お客さんはやってますよ、みたいなんですかね。並べてからしばらく経ってのお客さんが買ってってっていうところになるんで、っていう、ところの利点があるんで、別になくても大丈夫っていうのはそういうあたりにありますよということでございますね。っていうのを踏まえた上で、まあ、今後もね、そのあたりは多分ですから、ただ、業者さんとか、メーカーさん、お店、ブランドによって結構変わってくると思う。で、そのあたりも徹底的にね、何が入ってたのか、下敷きにね、キャベツが敷いてある。まあ、多分、サンシャインだキャベツが敷いてあるんですよ。じゃなくて、スパゲティが敷いてあるところがあるのか、はたまたレタスが敷いて、グリーンリーフみたいなやつが敷いてあるところがあるのか、そのあたりとかね、逆に今回みたいに何も敷いてない、その、飾り用のやつだけ、バランかな。まあ、バランというにはちょっと、レタス風になってますけど、まあ、そういうのが入ってるようなケースが今回でしたということなんで、まあ、いろいろと見ていきたいと思います。ということなんでね、また詳細はね、またリストアップ していく回は回で、今回ちょっと多分しばらく食べ歩きを続けますんで、また後ほど、そのあたりの話もしていきたいなと思います。ちょっとぶっちゃぶっちゃになるかもしれませんけど、ちょっとご了承いただければと思います。ということで、ではまた次回の動画、来週ね、唐揚げ弁当第2回、もうここに控えてるんですけどね、予定外だったな食べていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いや、早すぎるって。この後稲部に行って、予定だと稲部でもう一回食べて、ちょっと小腹が空いたくらいで稲部に行ってたんだ。言うとさっきなんだっけな、おかしいな。